盛り上がってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。のご当地アイドルです。普段は恵比寿市泉野にあるスポーツクラブブリックで練習をしています。それではここでメンバーの自己紹介をしたいと思います。はい、1番の彩香です。担当からは紫です。今日は GUB の枠で出
展させていただきました。つーさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まず見てください。後ろなんて書いてるか分かりますか？EUG？ DUG？ G？ はい、GUG です。代表会言っちゃう。酒井先生がですね、なんか一生懸命書いてたんですけど、なんか B の下のところが崩れていますよね。あるね。いや、大丈夫、大丈夫です。はい、それともう一つ、今日海なので衣装を変えてみました。どうですか？爽やか。ありがとうございます。見てください。代表の酒井先生が紫のスタッフパーカーじゃない、 T シャツを着てるんですけど、はいはい、私スタッフじゃないんですけど紫なので、かぶったー、かぶったんですけど、これ色違うんですよね。そう、どっちが先かぶった？バイオレット、バイオレットなんですけど、私紫、ちゃんと紫なんですけど、違いが分からん、違いが分からん、うん、英語で言っただけ。ちょっとスタッフじゃないのでよろしくお願いします。はい、お願いします。イエーイ。はい、3番のレイノです。佐藤からわかです。今週の金曜日に、今週の金曜日、今週の金曜日です。誕生日おめでとう。違うか、なんか違う、あのアイドル祭りの北海道エリア代表決定戦っていうのをやったんですけど、そこでですね、そこでですね、やめないでそこで、ガチだったらやばいから初めてカバー曲、初めてのカバー曲やったんですけど、の魔法使いのサリーと、魔法使いのサリー、魔法使いのサリーと、トンチンカンチン一休さんってやったんですよ。やっぱりよね、そうです、そうですよね、応援してくれた方とか、はい、投票してくれた方とかありがとうございました。本当ありがとうございました。ネットでは10位だったのに審査員のおかげで6位になって出れることになって、もうなんか素晴らしい体験をして、最高でした。ありがとうございました。今日はよろしくお願いします。イエイ。はい、ヤンマリーダーのマイレータントカーキードです。ですね、今日は今日は2つイベントに出ることになってまして、2つ、ここともう一個、ここともう一個で、まず1個目がここの石狩遊び市で、今日の18時から札幌アイドルカフェさんで行われる VVA のボリューム12っていうのに認定させてもらいます。ここで疲れさせてやる、よかったらお時間ある方、この後一緒にあの VVA 行きたいなっていう、来てくださいね。はい、そんなこんなで、で今年は結構 EIP は夏っていうイベントに結構出させてもらってて、はい、あのビアガーデンだったりとか、今回海だったりとか、はい、結構そういうイベントに出させてもらって結構貴重な体験をしてますんで、すごい夏満喫してます。はい、満喫みんなできてますね。皆さん結構満喫できてますか、夏？ああ、いいですね。はい、そんな感じで今日はよろしくお願いします。大鳥来た、大鳥来た。はい、皆さんの春菜です。担当カラーは黄緑です。俺の緑そこ春菜じゃないの？まあはい、それはいいとして、うん、他のね、うん、ちょっとなんかもういろいろトークがぐちゃぐちゃですいませんでした。いや、こいつらが悪い、こいつら。はい、ということでですね、私は、はい、今年初の海のイベントということで、ということで4分の3、この T シャツの中に水着を着ています。4分の3、はい、4分の1着てないのは誰だと思いますか？はい、はい、誰でしょう。緑はるか、え、はるな？まいちゃん？ああ、違う。代表全員が、誰だと思いますか？誰？レイナちゃん？違うよね。はい、もうこれ終わりです、終わり。この話終わり、終わり。後で脱がしてみてください、もう。はい、次の曲行きましょう。はい、もうここでトークもすっごい長くなっちゃってるんで、次の曲行っちゃいますか。は
はい、行きましょう。次の曲、次の曲、タオルを使う曲なんですけども、皆さん持ってますか？はい、はい、いいですね、 OK です。それではタオルの曲なんですけども、2曲続けてお聴きください。アクセレレーションとハローハローです。
はい、では知っている人は知っているタオルマウスを一緒にしたいと思います。周りに気をつけて回してください。よろしくお願いします。いきます。Yeah! くれた手を握って、
できましたか。はい、はい、ありがとうございます。一人だけできないよ。本当だよ。ゴムゴムした。ゴムゴムのなんて言ったの。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、詳しい行こう。今日は EIP でした。ありがとうございました。いかないで次は緊急チャームさんの登場です。あれ結局水着にならないの。あれあれ中に水着着てるって言ってならないんだ。確かに。チェキのためにとってこっちか。チェキのためにチェキを取ってなるほど。水かせたのね。そうなんだ。